グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。ブラジルサッカー連盟、CBF は、現地時間17日、東京後に臨む、メンバー18名を発表した。そのメンバー、38歳、DF ダニエル・アウベスが選出されている。在は、サンパウロでプレーするアウベスと、どんな選手なのか紹介する。 今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、母国ブラジルのバイヤ株組出身であるアウベスは18歳で、プロ契約し2001年11にプロデビューを果たした。2003年1月にセビージセキ同年に行われたワールドユーズ U20 はルドカップでは全試合に出場しユー 20ブラジル、票の優勝に貢献した。セビージャに移籍後のウベスはすぐに主力に定着。2005、06シーズンの UEFA カップ、現ヨーロッパリーグ MVP に輝き優勝に貢献。そ、あとセビージャでの活躍が認められ、2008年7月にサ・ドバックの選手としては、当時の最高額でバッセロナへ移籍。 バルサに UEFA チャンピオンズリー、CL やらリーガなど数々のタイトルをもたらし、その後アウベスは2016年6月に、ユベントスと2年、役を締結。イタリアでも活躍し、セリエートコイタリア優勝に貢献。次に加入したパリ、ジェルマン、PSG でも、リーグやカップ戦の優勝を経験した。欧州で、 数々のタイトルを獲得した瀬孫の右サイドバックは2019年8月にサンパウロ移籍し、17年ぶりの母国復帰となった。そんなベスは攻撃的な右サイドバックだ。足元の術は抜群でパスセンスもある。個人技だけでなく、味方との連携が得意。バルセロナ時代にセたリオネルメッシとのコンビネーション、プレーは圧巻だった。アウンの呼吸で、 バルサの劇を彩った。スピードもあるアウベスだが、のスピードに頼るのではなくテクニックを課したプレーをする。また、クロスの精度もこう、右サイドをフリーにさせると大変危険だ。アベスの攻撃に目が行きがちだが、小柄であ、物の対人や、空中戦も強い。東京五輪ではあま、いなく、攻守の中心となるだろう。また、同大会は、リーダーとして、 チームを牽引することも待ちされている。この男の活躍がブラジルの後連覇の鍵となるだろう東京五輪でどんな例を見せてくれるのだろうか亮